どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデル、現在予約受付中を使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽を始めましょう。今回のテーマソングは今パワフルなこの曲が結構あちこちでかかってます。ドーン、こちら桑田佳祐さんのソウルコブラツイスト魂の悶絶。この曲めちゃくちゃファンキーでソウルフルでかっちょいいんですよ。このグルーヴ、このちっちゃいグレレ一本でやってみましょう。はい、いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョンをゆっくりやってみます。でもちょっと今回ね、1個だけちょっと見慣れないコードが出てくるんですけど、後でしっかり解説していくんで、シンプル簡単バージョンの人もちょっとトライしてみてください。後半はかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはなんつったってこのファンキーでグルービーなリズムですね。このファンキーグルーヴをこのウクレレ一本でこう生み出しながら、体ノリノリでやってみましょう。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽って聞くの最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたんだけど、チャンスがなかったんですという方とか、楽器に挑戦したことあるんだ難しくてやめちゃいましたみたいな方がですね、あっという間にこのちっちゃいウクレレ弾いて歌う弾き語りができるプログラムがあるんです。このプログラムがめちゃくちゃ分かりやすくて、もうどんどんね上達できて面白いんで、もう世界中の方がガズレレで何十万人も音楽を始めてくださってます。皆さんもすぐにできると思いますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをこの辺にリンク貼り付けておきます。ここにジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで本当にあっという間にどんどんできるようになりますからね。はい、こちら YouTube チャンネルですから完全無料。今すぐ音楽を始めましょう。じゃあこのプログラムここですよ、貼り付けます。いってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲がこのちっちゃいウクレレ一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでに1700曲以上もアップロードされております。今日のみたいなの桑田佳祐さんとかサザンオールスターズさんの曲もめちゃくちゃ取り上げてます。他にどんな曲があるんだろう、やってみたいなという方、桑田佳祐さんとサザンの曲ここにまとまっているんで、ちょっと見に行ってみてください。それではやっていきましょう。コブラソウルコブラツイスト魂の悶絶、ガズレレシンプル簡単バージョンの方からやってみます。会いたくて恋しくて死ぬほど好きなあの子に振られた愛も I miss you 孤独な夜が全く I'm alright 今夜こそこんな知り合うさらば光年のような月が涙の海で揺れていた。誰にも負けずにと思い通りに生きてた。許されぬ恋知り、ギラギラハートが燃え上がる。幸せになれるわけないのに、なぜいけない一人恋しちゃうんだろう。この世はそれほど負けないのに、それでも明日はやってくんだろう。命がけで今日も生きてるんだよ。心はどしゃ降り雨ん中、まるでコブラツイストクラッタみたいに、悲しい色の空空空。I can't get them out my mindYeah!
い人魂の悶絶、桑田佳祐さんの曲、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、やってみました。めちゃパワフル。これ4つ目聞いても、この歌でね、ぐいぐいこう、前のめりにいけるんじゃないかなという。なんか今、この時代にね、この時期にこの曲って結構、なんつうの、応援歌みたいになるんじゃないかな。でもちょっと失恋の、曲なんですけどね。でもこのリズムと、なんか曲のパワー感はね、もう素晴らしい。桑田佳祐さんさんも、すごいですね。はい、皆さんも思いっきりやっていきましょう。で、今の構成なんですけど、ガズレレオリジナルショートカットバージョンです。1番を全部やって、その後一番最後のラストのサビを引っ付けたというオリジナルの、アレンジになってるんですけど、この後やる後半のかっこいいバージョンでは、それでもショートカットなんですけど、今のシンプル簡単バージョンよりはちょっと長めで、一番のサビまで終わったら、間奏を入れて、もう一回、後半のサビ2連チャンでいくという、ちょっと長めのバージョンになってますんで、ちょっと慣れてきたらね、だんだんそっちも挑戦してください。で、私この曲全部ね、オリジナルのバージョンで全部やりたいんですっていう方、もしいたら、まずはひとまずガズレレのシンプル簡単バージョンで練習してもらって、できていく、来たらですね、コードは一緒なんで、2番の歌詞とかこう、コードに書き加えて、オリジナルのノート楽譜みたいなのを作ってね、練習していくとすぐできると思いますね。ぜひチャレンジして、てください。そういうわけで、ひとまずはですね、今のシンプル簡単バージョンの動画に合わせて、歌詞とコードが出てますから一緒に練習スタートしてほしいんですけど、1個目のゴール設定としては、ガズレレとね、今簡単バージョンのガズレレの動画と一緒に合わせられるようになった1個目のゴール達成で素晴らしいと思います。ここまでできるだけでも結構ね、大変だと思う、初心者の方はね、歌がなんかやっぱりあれなんで、ね、でもできた方おめでとうございます。次のステップにどんどん行きましょう。次のステップって一体何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、こちらをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードはさすがに覚えられないでしょうから、最初はね、楽譜的なものを見て、それを見ながらだん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 自分の体に落とし込んでいって、いずれは覚えちゃって大空に向かって歌うとかいいと思うんですけど、まずは楽譜練習がいいと思うんですね。楽譜ってでもどこにあるんだろうということなんですけど、安心してください。ガズはこのノートにね、書いて、今これを見ながら今演奏していったんですよ。もうちょっとしたらこれ大きく写して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんということでシェアしようと思うんですけど、今めっちゃいい便利なサービス始まってます。これガズクラブです。このガズクラブって一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたソウルコブラツイスト魂の悶絶を含む、ガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜のデータストックがあるんですよ。そこから毎月5曲、皆さんがこの曲面白そうやってみたいなという曲をお選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてこのガズクラブはですね、楽譜のダウンロード以外にも毎月2回、全世界中の方が参加してくださってくれる、ものすごい盛り上がるオンライン大セッションイベント、毎月2回ですよ、オンラインクラブメンバー限定で開催していたりですね、皆さんの演奏動画アップロードできる場所があったりとか、なんかそのガズクラブだけのいろいろイベントが、限定イベントがあったりとか、とにかくここは一個の村みたいな感じで、音楽をいろんな形で楽しもう、いろんな老若男女集まって音楽をガズレレで楽しもうみたいな、そういうことになってます。これ楽譜のダウンロード以外にも一個のね、こう村作りとして動いてますね。はい、これ概要欄にね、詳細貼っておくんでチェックしてください。それとはちょっと別なんですけど、このガズレレ大学っていうのもやってます。このガズレレ大学はもう読んで字のごとく大学ですので、ちょっと難しいリズムのお勉強とか、このフレーズここがちょっと難しいとか、8ビートのこの16ビートのこの指使いだとか、ここのフレーズのこの指とかコードとか、そういうことをね、毎週2回のライブ配信でチャットでやり取りしながらリアルタイムで、講義を行っていくという YouTube メンバーシッププログラムという、YouTube のサービスを使っているコミュニティがあります。これもね、なかなかこれはね、面白いですよ。こっちの方もね、概要欄に入って、貼っておきます。あとはね、他にもいろいろやってるんですけど、毎朝7時半からラジオ放送をやってます。スタンド FM というね、アプリの中で、ガズラジというラジオ放送をやってます。これめちゃくちゃいい話してますから、ぜひ皆さんこれ、無料でね、いつでもどこでも聞けて、アーカイブも残ってますんで、ぜひガズラジもですね、チェックお願いします。こっちも概要欄に貼っておきます。それでは、楽譜を見ていきましょう。ソウルコブラツイスト、魂の悶絶、桑田佳祐さん。これがすごいですよね。はい、タイトルがすごい。はい、イントロ見ていきましょう。これを2回やって、で、ここ決めみたいに、ダーダって言うんですけど、今日この D シャープというコード、これがね、ちょっと初心者の方、なんじゃこりゃーってなったかもしれない。ちょっと後で解説しますからね。これがどうしてもこの響きを使いたかったんですよ。はい。で、今こんな感じで写していくんで、皆さんノートとかに書き出してください。それかですね、さっき紹介させてもらったガズクラブでこのノート楽譜のデータそのものダウンロードもめちゃくちゃ有効だと思いますよ。このガズのノートの特徴はですね、この上に点が書いてあるでしょ。この点でリズムを測ってるんですよ。これ、あ、痛く、手の上に点が書いてあるでしょ。ちょっとここわかりにくい。こういう風にリズムが始まりますよという感じで、この点がめちゃくちゃね、
分かりやすい。あとこう伸ばす棒とかって普通歌詞カードに書いてないんでね、こういうのもかなり参考になると思います。はい、まず一時停止してここまで、ここに伝わったら書いてあるでしょ。これはかっこいいバージョンではこの決めを入れます。下に書いてあるやつは大体かっこいいバージョンですね。はいはい、まずはこれ A メロ、なんとも言えないこのね、ほんわかしたリズム、歌声です。はい、じゃあ B メロですね。ここもいっぱい書いてあるのね、これ後半のかっこいいバージョンでここ決めを入れたりしますということでございます。で、ここのサビにちょっとご注目なんですけど、ちょっとここはいいですけど、この辺から上下2段になってるでしょ。これね、またこれ繰り返す、かっこいいバージョンではここのパート2回繰り返すんですけど、今のシンプル簡単バージョンはここから上の段です。上の段の歌詞が1番の歌詞なんですね。はい。で、今の、シンプル簡単バージョンはここまでやったら、ここで、イントロへ行かずに、もういきなりこのサビのラストに行ったんってことになるんで、今、こうやってちょっと今映しておきます。一時停止でメモってください。で、かっこいいバージョンはどういう構成になるかというと、最初からずるーっとやってきて、1回目のサビが終わった後にイントロに戻ります。イントロっていうのはこれですね。てー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 、イントロやって。そうしたらですね、またこっちのサビに戻ってきて、今度は下の段の歌詞を歌う感じになりますね。下の段の歌詞をこうやって歌っていって、そして最後のサビを歌って、で、また最後にここ書いてある、イントロやって終わったということになります。はい、これがガズレレの、アレンジになってます。じゃあ出てくるコードをご紹介します。今日はほらさっき言ったんだけど、これ D シャープってコードをどうしてもやりたいということで、赤く囲ってますけど、ちょっとひとまずこれ隠しておいて、今映ってるコード、7個言っていきます。 CAmF、Dm、D7、G7、Em7、この7個のコードはね、ガズレレではもうおなじみの簡単入門コードのグループなんで、これは安心してください。これです、ドン。ガズレレ必須コード、このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいクレーで音楽始めたいなという方に一番最初に覚えてもらいたい10個の入門コードのグループなんですよ。10個もあるのと思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単だけど、いっぺんに10個覚えようと思うと頭がごちゃごちゃになるんで、私がめちゃくちゃ分かりやすく皆さんの頭にスイスイ覚えられちゃう、すげえいい動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここの動画見たら楽しく覚えられちゃうんで、10個のコード覚えちゃってください。今日はそのうちの7個が出てきますよということです。で、今日懸念になっているこの D シャープというコード、ちょっと押さえづらいんだけどね、ちょっとコツがあります。いいですか、まずここと押さえる場所、こことここなんです。こんな風に押さえるのがいいと思います。ちょっとね、ここにね、スペースがあるでしょ。これがね、この指がこう開かないっていう人結構多いんで、そういう方はこれもね、結構いいかもしれない。小指とこれでもいい。でもこれでなんとか言ってほしいなって感じなんですけどね。はい。こういう感じです。こことこことここ。この響きがね、ちょっとどうしても他にね、変えられない響きを生み出してましてですね。この曲はこの D シャープというところがすごい大事になるんで、なんとかこれちょっと練習してみてください。力あんまり入れすぎるとね、あれですよ。力を緩めてね。はい。このコードで、やっていきましょう。じゃあこれからちょっとかっこいいバージョンの解説に入っていこうと思うんですけど、一応ね、このタイミングでいつも言って、お伝えしたいのが、シンプル簡単バージョンの4つ弾きで、しっかり歌を聴き込んでですね、歌を歌えるようになっておくのがいいかな。この曲も、すごいノリがいい曲なんですけど、言葉のメロディーとタイミング、もう桑田佳祐さんならではのですね、まあ、桑田節とでも言いましょうか、もう大好きですけどね、ガスさんは。はい。もうね、こういう感じ大好きっていう方はいいんですけど、ちょっとね、桑田節をね、やろうと思うと、なかなかな、この、難しいところっていうか、楽しいんだけれども、高度なところもあると思いますんで、まあ、しっかり聞いて、モノマネから入っていくのがいいと思いますね。はい。じゃあ、かっこいいバージョンの解説に入っていきましょう。かっこいいバージョンは出てくるコードは全く一緒ですね。やっぱりこれリズムなんですけど、今日はね、まあ、このファンキーでグルービーで、もうめっちゃこう、なんつーの、いいんですよ。このリズムがね、このグルーブがこの曲のキーポイントだなと思って、今日出てくるリズムはこちら、ドーン。16ビートのチャともうカッティングですね。これはですね、今日は、リズム難しいよ。ちょっと C で弾いてみましょう。こんな感じでやりたい。これはね、最高レベルの難しさなんですよ。まあ一応これ今映ってる2つのリズムの解説、ここに貼っておきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から16ビートのチャット、カッティング、濃厚解説レッスン動画がそこに上がってますんで、じっくり見ていただきたいなと思うんですけど、今日みたいな曲は、ただ16ビートのチャが弾けるっていうんじゃなくて、リズムも跳ねてるリズムでシャッフルで、しかも普通のリズムの時にもカッティングをちょっと入れてるんですよ。なんでこれがちょっと難しい。この左手見て。このキレがね、大事なんですけど、このペコペコペコ、左手で今、音止めてる、左手で音カットしてるからカッティングって言うんですけど、チャも入ってる。で、これでリズムもこうグルービー、ファンキー、腰にくる感じで、このリズムが最初から最後までキープされます。
これはやっぱり手首とかも体中の筋肉を緩めないとできませんよ。筋肉が入ってるとこうなっちゃいます。これはやっぱりね、そういう流れるようなグルーヴが生まれないです。体もこうやって動かしてね、気分から入っていくのがいいんです。まあとにかくこれ普通の16ビートができないとなかなか難しいリズムなんですけど、やっぱりこのソウルコブラツイストのかっこいいバージョンはもうどうしてもね、この感じをね出したいなと思って、高難度ですけれどもちょっとやってみることします。カッティングが難しかったらカッティングなしで、でん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 、これでいいです。まずはでんでんでんで、慣れてきたらでん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 、ちょっとニュアンスが違うの分かりますかね。この辺ちょっとトライしてみてください。曲の中の解説入っていきましょう。これはね、ほんとさっきも言ったように、最初から最後までずーっとこのファンキーグルーヴがずっとループしているというイメージなんですけど、キメが入ってきますね。A メロとかに。どこに入ってくると、どこに入ってくるかというと、A メロ1番の一番最後のところの、あ、もうライのとこですね。ちょっと、A メロの後半から やってみようかな。振られた後も、I miss you。孤独な夜、またここ。ここも、最初、つから始まるんですね。ワン、ツー、スリー、フォー。これもカッティングですね。つっちゃ、つっちゃ、つっちゃ。で、できればかっこいいですけど、ちょっとこれ難しいなってことは、ダダダンダダダンみたいな感じかな。チャチャン、チャン、チャン、こんな感じ。カッティングに入れないバージョンでやってみると、孤独な夜、また来る。はい。ダン、ダン、ダン、こんな感じでいいと思う。カッティング入れると、こんな感じ。ちょっと細かい、カッティング入れるとね、ほんと細かいところなんですけど、ちょっとキレが出てかっこいいけど、まあツッタンツッタンツッタン、この感じを出していきましょう。で、もう次に同じ A メロが来て、次 B メロに行くは、あの間にも同じようなキレが入るんですけど、ちょっと今度はフレーズですね。小舟のような月が涙の海で揺れていたのところ、ちょっとやってみます。小舟のような月が涙の海で揺れていた。はい。今のは今度1弦の3353、こんな風にやってみました。1弦の3353、ダンダンチタンダダン、こんな感じですね。ジャンジャンチャ53、はい、このフレーズさっきのタイミングは一緒なんですけど、これで B メロにこうストーンと入っていくということになります。そしてその後の B メロなんですけど、後半のところで、このシンコペーション、矢印のマーク、シンコペーションというマークが、これリズムがドーンと食い込むっていうところと、その後カッティングの決めが入ります。そこのところ、許されぬ恋とからやってみます。せーの。許されぬ恋と、ここ、シッピー。今の分かった？許される恋と、ドーン、ドーン。リズムが Am のところでドーンと食い込んでしょ。これちょっとでっかい16ビートの決めなんで、ダウンで入るんです。パーン、はい、でその次ギラギラハートはこれ D シャープでカッティングで、ギラギラハートが燃え上がる、はい、これはね、ギラギラハートのところはカッティング D シャープ押さえてタツクタタツクタツク、この感じ。カッティングが一番いい。タツクタツクタツクってできればいいんですけど、カッティングっていうのは大げさに言うと ここで瞬間的に止めてるんですけど、このダッタッっていう感じにしたいんですよね。だ、ギラギラハートが燃えている、この燃えているはジャンジャンジャンジャジャです。これ燃えている言葉と全く一緒。これをできればカッティングを使った方がかっこいいけど、カッティングなしでも燃えている、こうやって止めることができます。はい、ここら辺がね、あのサビに突入する前のこう重大な決めになりますんで、ギラギラハートが燃えている、幸せにって入っていきます。はい、でこうサビに入ってからもうグルービーな、あのはい、この16ビートの気持ちがいいグループでずっとこう展開していくということになります。こういう感じであのシンプルな曲ではあるんですけど、まあそのシンプルでこの土台の部分がこの16ビートのファンキーグループっていうことで、これがねやっぱりね難しいですね。あとリズムキープ、やっぱりどうしてもこの気持ちよくなると速くなりがちなんで、ガズも気をつけますけど、多少速くなるのは僕かっこいいと思ってるんですけど、あまりにもね速くなっちゃうとあれなんですよ。まあなるべくこうゆったり気分で腰にくるやつですからね。これはこのぐんぐん来るこのソウルフルでファンキーなその感じがね出せるといいなというふうに思ってます。はい、そしてこの歌詞はですね、なんか元気なあの曲のメロディーだけ聞いてすごいパワフルで元気な曲なんですけど、失恋の曲なんですけど、でもなんかこの可愛らしい失恋なんだよな。なんかだからその辺のね、あのプロモーションビデオとかもめちゃくちゃ面白いですね。あのちょっと時代感があのヴィンテージっぽい感じで作ってあってですね、あの本当なんか
70年代とか60年代とかのなんかモーターウンミュージックみたいな、ファンキーソウルフルみたいな感じがよく出てても最高なんです。はい、体をとにかく揺らしてグルーブを生み出す、ふんわりしたこのね、ファンキーグルーブなんとかこう生み出してみましょう。それではやっていきましょう。ソウルコブラツイスト魂の悶絶、桑田佳祐さんのかっちょいい曲、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。簡単バージョンよりはちょっと伸びててね、またこう世界観がまた広がるなということですけど、あのリズムはねやっぱりこのね、これはね、あのいろんな音楽聴くのもいいと思いますよ。すごくそういうソウルフルな音楽を聴いてどんなノリなのかなっていうのを、見てみる。あと演奏してる人のプロモーションビデオのゴールが好き、演奏してる人の体の動きとかもね、こういうグルーブっていうのはね、体の動きから結構生み出す部分が多いんで参考になるかもしれません。はい、取り組んでいきましょう。さあ皆さん、お知らせです。今も使っていたこのね、ガズのね、ウクレレガズモデル、これはね、ウスレレガズモデルっていうモデルなんですけど、これを含む今映ってるこのガズのウクレレたち、これみんなもう最高のウクレレたちなんですけど、これがですね、ただいま現在予約注文と再販売がスタートしました。12月22日のお昼から、もうスタートしているんですけど、一番上のガズの初めてウクレレ、こちらをねリーズナブルで手に取っていただきやすいというのと、あのクリスマスプレゼントとかにどなたにプレゼントするのにも最高です。下にあるやつはベトナムでもじゃ川上くんがもう一本一本オールハンドメイド、オール丹波で作ってる、もう超高品質ウクレレですからね。こっちは予約注文受付中です。はい、ご興味ある方もない方もここのちょっとリンク先行ってもらってですね、ぜひぜひどんなウクレレかご覧になっていただければというふうに思います。皆さん、スマホとかタブレット持っている方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ、
これがめちゃくちゃ便利な、あの楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今すぐにですね、皆さんスマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードとかインストールをお願いします。そしてこの、アプリで使用している楽譜がなんと本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、さあのこの後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、あのガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるっていうところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんより、こういうね、楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにかくわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、Amazon とか楽天ブックスさんとかも置いてあります。これは本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイドだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴も50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。